外務副大臣の鈴木俊一でございます。初めて今日記者会見させていただきますが、よろしくお願いいたします。私からは冒頭、2月の6日水曜日に、外務省で、場所は大田区民ホールというところでありますけれども、平成24年度の外国人の受け入れと社会統合のための国際ワークショップを開催いたします。当日は私も出席をいたしまして、冒頭の挨拶をさせていただく予定でございます。東日本大震災の発生から、2年間もなく経つわけでありますけれども、今回のワークショップでは、大規模災害と在留外国人というテーマで、東日本大震災の経験を踏まえて、大規模災害時における在留外国人への支援の在り方につきまして、国内外の有識者によります討論を行う予定でございます。私からはこの点1点でございます。はい。それでは質疑に移らせていただきます。ご質問のある方どうぞ。松本さん。時事通信の松本でございます。今日の代表質問の関係で副大臣にお伺いします。今日の代表質問の中で安倍総理から共産党の志位和夫委員長の質問に対する答弁という形で河野談話に関する答弁があったと思うんですけれども、その総理からは私としてはこの問題を政治問題、外交問題化させるべきではないと考えていると、総理である私からはこれ以上申し上げることは差し控えたいというような答弁が ありました。この発言に関してですね、その副大臣ご自身はこの河野談話に関していろいろご議論ある問題談話だと思うんですけれども、副大臣自身はこの談話についてどうお考えかということと、この総理発言をどう受け止められているか、外交当局としてどう受け止められているか、この2点を伺いたいと思います。総理の答弁は、総理の答弁に尽きるんだと思います。総理のお考えはですね、繰り返しになるかもしれませんけれども、慰安婦問題については筆舌に尽くしがたい辛い思いをされた方々のことを思い、非常に心が痛みます。この点についての思いは歴代総理と変わりありませんということを総理は述べておられますし、またご指摘のようにこの問題を政治問題、外交問題化させるべきではないと考えていると、こういうことでございまして、総理のお考えはこの答弁に尽きると思います。私もですね、個人的なということでありますが、外務副大臣という立場で、同様にですね、今までのこの歴代総理、政府の考え、それと同様に思ってございます。その他ございますでしょうか。斉藤さんどうぞ。共同通信の斉藤と申します。アルジェリア事件を踏まえた検証と対応についてお伺いしたいんですが、これからですね、検証作業とそれから具体的な対応策の策定に向けた作業本格化していくと思うんですけども、副大臣はですね、ご自身アルジェリアも行かれましたし、現地情勢も踏まえた上でですね、どういう対応策を取っていくべきだというふうにお考えか、この点についてですね、今率直なお気持ち、見方をですね、お伺いしたいと思います。今回の事件で、本当に大変なことが、起こってしまったわけでございます。7名の方は生存いたしましたけれども、結果として10名の方がお亡くなりになってしまったと。この生存した方々、あるいはお亡くなりになった方々を日本にお連れをしてですね、それでこの件は終わりということにはならないんだと思います。やはりお話のありました通り、今回の事件といいますものをしっかりと検証してですね、でその中で、今後、今在海外におられる法人の方、企業多いわけでありますから、そういう方々の安全をきちっと守る体制、そういうものを作っていく、
それがなければ今回の事件は終わりにはならないと私はそういうふうに思っております。ですから今度官邸でも検討の場が作られておりますし、外務省でもですね、外務大臣をヘッドに検討する場が設けられておりますので、そこを通じてしっかり検証した上に有効なそうした安全対策と申しますか、法人企業の安全を守ること、それをやっていかなければならないと思います。で、私がアルジェリアに行って具体的にどういうところがですね、問題意識として持っているかと、こういうことですけれども、それはその検討会の中で、検討していきたいと、そういうふうに思います。その他よろしいでしょうか。はい、よろしければ終わらせていただきます。ありがとうございました。